イソップ童話、ウサギのたくさんのお友達、春秋社編。ウサギは大変におとなしいので、他の獣がみんなお友達になりたがりました。ある日、一群れの猟犬が山の方へ来るので、ウサギはお友達の助けを借りて逃げたいものだと思いました。そしてまず馬のところへ行って、その背中に乗せて逃げてくれないかと頼みました。せっかくだが、私はご主人の大切な用事をしなければならないので、今度ばかりは勘弁してくれないか。お友達の多い君のことだから、きっとみんなで助けてくれるよ。そこでウサギは目牛のところへ行って、その角で猟犬の群れを追っ払ってくれないかと頼みました。お気の毒だが、私は奥さんの用事をしているところなのよ。だが、ヤギ君だったらきっと君の頼みを聞いてくれるだろう。そこでウサギはヤギのところへ行って頼みますと、ヤギはウサギを乗せようものなら、自分の背がすりむけはしないかと気遣ったので、ラムに頼んだらいいだろうと言いました。そこでウサギはラムのところへ行って頼みますと、ラムは答えました。今度にしてくれたまえ。猟犬は君らウサギを食うと同じく、僕たち羊の仲間をも取って食うんだからね。今は君のことなんぞに構っていられないよ。そこでウサギは最後の望みをかけて、子牛のところへ頼みに行きますと、他の友達もみんな断ったようなことには、自分も責任を負いたくないと言って拒みました。そのうちに猟犬はますます近づいてくるので、ウサギは大急ぎで逃げ出して、幸いにも命拾いはいたしました。そしてウサギは独り言を言いました。友の大きい者には、ついに真実の友なし。